はい、どうも。今回ですね、仮想通貨を取引できるですね、ツール、アプリを紹介したいと思います。なぜ今仮想通貨ということなんですけども、仮想通貨は今、今後も私は伸びていくと判断します。なぜなら、通貨をですね、自国の通貨を外に逃がさなくするっていう政策を取ってる国が今後も増えると思ってるからです。はい、そうなってくると、その自国に住んでる方々はどうなるかと言いますと、自国の通貨に対しての不安が起きます。不安が起きるってことは、その不安から逃げようとする、逃避ですね、逃げようとする方々がたくさんおります。で、その中でも先陣を切って動き始めるのは富裕層、情報が早い富裕層がまずその先陣を切って動き出します。で、他にもインドで、中国、インドがそういったことをしてまして、で、そこの資金が、中国ですね、主に中国がその資金を仮想通貨ビットコインに逃がして、今回の急騰があったんですけども、で、今後もですね、こういったことが起こり得ます。なぜならそういったことですね、自国の通貨に不安を持った人たちが一時的にでも慢性的にでも仮想通貨に、お金をね、持っていく。で、これは治安が悪い国もこういったことを、もう随分前からね、してます。要するに、その自分の国の通貨を物として持っていると襲われてしまうから、だから電子決算ができる、スマホで管理ができる仮想通貨の方がいいよっていう認識がもう持たれてて、ものすごくこうインフラが整ってないところでも、その仮想通貨決算ができるシステム、機械が導入されてたりしてます。はい、これはもう現状で起きてることです。今後もこういったことですね、先進国と言われる我が国ですね、日本の方でもそういったことが起きるでしょうし、で、他のですね、やっぱりその、楽なんですよね。要するに、その送金するのにも手数料って言われるものも安いですし、例えばここからカナダに送金する、10万円を送金するというと、2500円、10万円じゃなくてもだいたい2500円、海外から日本に入れるとか、また日本から海外に出すっていうと2500円前後かかるんですけど、で、2500円かかるわけですよ。で、これはもう古い話で、5年前にそれを同じことをビットコインでやった場合に手数料ってどれだけだったのっていうお話をすると、コンマ6000かな、6000だから、円換算するとコンマ06円ですね。手数料がコンマ06円だから、その当時だとどう処理しちゃうんですかね。1円で、ビットコインで決済してるんで、その当時はどうなってるかわかんないですけど、コンマ1ビットコインなのか、今みたいにこんな価値はないんでね、1ビットコインで112,480円っていう価値がなかったので、どうなってたか分かんないですけども、円換算するとコンマ06円だったんですよ、当時のように。仮想通貨だと人の手が絡んでないので、人件費っていうものが絡んでないんですよ。なので、その手数料っていう部分でものすごく安い。あとはそのこの先も上がっていくんじゃないかなと、淡々と。こんな今急騰がありましたけど、冷やしですね、24時間動いてるんで、はい、仮想通貨24時間、売りも買いもできます。売ったり買ったりできるんでね、でできます。で、今後もこれ淡々と上がっていくと思うんですよ。上下はしますよね、やっぱり上がったり下がったり、このように、これは綺麗に上がってますけど、このようにね、上がったと思ったら下がってっていうのはしてきます。今後もですね、そのやっぱ自国の通貨に不安を持った方々とか、送金楽だし、あるいはその海外とかポイポイ行かれる方なんかは、もう仮想通貨決済の方がいちいちその
やれ円に変えなきゃいけない、ドルに変えなきゃいけないとかね、ポンドだとかウランだとか、元だとかっていう必要がないんで、その換金ギャップが取られないですよね。手数料って結構高いんですよね、うん、実際に、まあ、香港とシンガポールに行った時にそれを感じたんですけども、いちいち窓口で紙幣に交換しなきゃいけないから手間も食うし、ね、またその紙幣をどうしたのかって言ったら、私の場合はもう持って帰ってきちゃったんですけど、持って帰ってきちゃって換金もしないんで結局おもちゃみたいになってるんですよ。で現状価値があるはずなのにおもちゃみたいで使用できないから、もうただの物ですよ。物以下かもわかんないです、はい、でそういった状態ではあるんですけども、仮想通貨にしておくことによってそれがね、もう使えるところが、まあ、今後絶対増えていくん で増えていけばその手間も省けますし、いいですよね、うん、日本の中でも仮想通貨決済の場所が今年なんかはねバンバン増えていくと思います。今年から去年までもちょいちょい増えてはいたんですけども、それでもまだまだ弱いかなっていう感じは受けてました、はい、でそれがいよいよなんとかね、まあ、日本の中でも仮想通貨関連、一般庶民もそろそろね動き始めてるんじゃないかなっていう流れが来てるのが今年かなと。でその仮想通貨を今ね、まあ、伸びる前に、触れていくと、まあ、みんなより早くね情報が分かるよっていう、そういうお話です、うん、でこの、アプリなんですけども、これスマホでも見れるんですよ。見れて、でそれの紹介で結局これが何ができるのかっていうと、その売買もできるんですけど、アフィリエイトシステムがあるんですよね。これです。アフィリエイトシステムができます。でこれは面白いもので、このアプリを紹介すると1000円相当のねビットコインがもらえて、で5万1000円以上の日本円で入金をされると4000円相当のビットコインがもらえるんですよ。自分の口座に振り込まれます。振り込まれるのが入ります、うん、で簡単、この URL を、うん、まあ、パソコンであればコピーで貼り付けで OK ですね。おすすめはタブレットか何かでパソコンで開いた URL を LINE かね、何か他のアプリに貼り付けてあげて、でやってあげると。で LINE からね、 LINE の自分一人のグループを作ってあげて、そこで登録するといいですよね。登録って入れといてあげるといい。まあ今開いてみたんですけども、パソコンの画面ってこんな感じなんですよ。チャットっていうのもあるんですけど、問い合わせでもできないし、まあ、ここではできないですね。紹介ができないんで、タブレットかパソコンから一回ね、どんな手段でもいいんで、LINE の方にグループを作って、自分のグループを作ってあげて貼り付けてあげてください。で私はそれをしてます。でそれをすると、まあこうなりますよね。まあ、いろいろゴニョゴニョありますけど、でこのようにしてて、でこれをまあコピーして、これをツイッターとかあるいはその紹介者のメールとかにペコンと貼り付けてあげます。で貼り付けてあげて送信してあげると、まあこのね、ここから登録 URL から登録した方がですね、登録してくれれば1000円で1000円入りますんで、ビットコインで。でこれは副業にも何もないんで、そもそもビットコインっていうのは通貨認識されてないです。会社に何言われてもへっちゃです。って具合でですね、まあこのアフィリエイトが面白いですよね。流通してないからね、このアプリが流通してないので、いち早くこの仮想通貨って知ってる、仮想通貨知ってる、聞いたことあるけどなんかわけわかんないよねっていう人にこう説明しながらですね、で今後もまあ増えていくよと、市場シェアは増えていくから、今のうちね簡単にこう知識、まあ、別に仮想通貨ビットコインを持つ必要ないから、このアプリで値段とかたまに見てたら頭の中にね入ってくからっていう感じで紹介してあげると、まあまあ普通に
アプリを使ってくれんじゃないかなと思うんですよね。うん、Facebook でログインできますんで、Facebook でログインできるんで、その方法でやれば本当10秒かかんないかな。10秒、うん、かかんないと思いますよ。タップして、これ開きました、うん、10秒かかんないでできるんで、まあ、その辺をですね、まあ、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、私もこれ、まあ、入れてね、最初15万円入れたんですよ。15万円入れて、で、まあまあこの通りなんですよ。ちゃんと出ちゃうんでね。で、1月の2日に買ったの。はい、1.22 ビットコインを買って、で、ここで 1.22 ビットコインを売却しました。で、その時の価値は16万円ありました。16万7千ね。で、今、そっから1万円くらい下がってるんですけど、で、1回、また、これ昼ぐらいにまた購入してます。うん。なぜなら動画を撮りたいからね。まず参加してるっていう意思があるっていう。うん。そこがあったので、まあ、また、おいおいね。まあ、年末まで持ってれば上がるでしょうけど、まあ、どっかで売りのタイミングがあれば売りますし、買いのタイミングがまた、いいかなっていうところで、まあ、買いますけど、うん。はい、ということで私自身もやってますんで、まあ、分からないことがあったらですね、コメントいただけたらなと思います。他の、SNS ですかの方の紹介もこの動画の概要欄に貼っときますんで、ツイッターとかがいいとは思うんですよね。ツイッターとかが楽かなと思うんで、ツイッターのダイレクトメールとかがいいかな。まあ、LINE でもいいんですけど、 LINE ってなんかこうね、そういった感じのものでもなさそうなんで、 LINE はまあここは一旦貼らないでおきます。うん、Facebook と Twitter の URL と、あともしね、そのまんまいいよ、うん、やってみるっていう感じの人がいたら、アプリをその立ち上げられるようにね、うん、紹介リンクを貼っときます。で、そこから入っていただければ、まあここね、入れるんで。で、ペンコードかな、ペンコードが最初にですね、1から9かな、あ、0か、1か0から9の、番号を打たなきゃいけない、4桁の番号を打たなきゃいけない場所に最初連れてからですけど、メールで登録した後にね。で、その時にですね、4桁のね、あれを入れてください、ペンコードで2回入力してください。2回で、ここをですね、もたもた、私はもたもたしちゃったんですよ。あれってわからないって言って、で、もたもたして、で、入るのを遅れちゃったんですけど、はい、こんな画面ですね、ペンコード。これ私の場合は1回入れればピョコンって入れますけど、で、これを2回入れてあげてください。うん、2回入れてあげればログインできます。うん、で、これぐらいですかね。うん、あとはまあ入ってみてサイトを開いてみて、うん、どんなもんなのかなって、ああ随分動くな。で、チャット機能あるんで、ゴニ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 っていうので、私の場合は伝説のカッパにしてます。これ変更可能です。名前は1回登録した後にこのチャット画面を出して、名前を変更した方がいいと思います。実名で1回登録するんでね。うん、で、名前を変更して、まあ何でもいいですよね。伝説のとかでも、まあこんな簡単にできるんでね、伝説のにしました。で、まあこんな感じでできるんで、あとこんばんはとかね、できますね。で、伝説のこんばんは、まあ いじられる暇はないんでね、これアクティブに本当に、価値があるものを貼ってる、認識で皆様動いてますんで、このこんばんはぐらい言ったって誰も相手にしてくれないです。はい、うん、なんで、まあなんかね、こう自分の、ここでどうする、こうするとかっていうのは、まあこちょ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 、まあ雑談ですよね、いわゆるビットコインどうのこうの、
例えばなんか中国のあれがどうのこうのだったから、でここに認識がある人って、あそれ知ってる知ってるって言って、あこれこれこういう理由なんじゃないですかねっていう、あなるほどとか、まあそういったチャットですよ、うん、なんで利用してみてください。まずは利用するのが一番手っ取り早いですし、認識が深まると思います。はい、ビットコインは今後も増えていくでしょうし、市場シェアは、拡大していくと思います、うん、市場でね、街で使える場所が増えていくんで、まあ、その辺のね、認識も高めるためにもですね、まあ、1万円でも5000円でもね、入れてみて、あ、私のお金増えてるみたいな、あれ減ってるみたいな、なんで減ってんの、まあ、株とかもそうなんですけど、もう売り手と買い手、買い手が、あ、売り手がいて、でそのものにが欲しいっていう買い手がいますんで、でこれを板と言います。板、うん、買いたい売りたいで買いたいっていう人がここで11、あ動ける116606のところで34ビットコイン欲しいよっていう買いたい人がいて、あもうさばけました。うん、だからこんなところなんで、で、あもう一個大事なとこがあった。で、買いたいときに、いくらでも買えるんですよ。1000円分のビットコインを買えます。そういうことです。わざわざその、今ね、1ビットコインが11万5404円だから、11万5404円とプラス手数料なきゃいけないかって言ったら、そうじゃなくて、11万5400、まあ、これの半分を買うことができます。だから6200いくら、まあまあこれの半分をね買うことができるんで、だから5万円分のビットコインが欲しいっていうのも可能です。はい、コンマ、まあ、これが12万円だとしましょう。今12万円だとしたら6万円のビットコイン、コンマ0んコンマ5ビットコイン買えます、うん、なのでほらあるでしょ、コンマ1のものをいじってる。だからこの人はまあ1万1000、1万2000弱の取引をしてるんですよ。コンマ2、本当にこう触り始めだと思います、この人は、この方ね、うん、コンマ1の取引をしたいよと、売りたいから誰か買ってよっていう取引ですね。本当にこう触り始めてその感覚をね養うためにやってる方なんじゃないかなと思ってますね。あ、3とかなってくるとね、5とかなってくると、まあ1人でやってるにしても、まあ5、2だとしたら、まあ20、2、3万ですよね、うん、23万くらいの取引をしてると、うん、っていう具合なんで、まあ長めに見たら全然おっかないもんじゃないかなと思います。はい、ただそのまあそんなもんです、うん、そんなもんなんで、でこれ日本じゃなくてもどこでも有効なんで、こうやって英語圏の人方々にも紹介すればいいですし、うん、全然ね、英語喋れる人方々は多いと思うんで、で英語の方々にね登録だけしといてよみたいな感じで、うん、紹介してもいいんじゃないかなと思います。うん、アメリカでもね、カナダでも、まあロシアはロシア語か、うん、まあそんな感じで紹介してみてください。 SNS も使ってやればいいんじゃないかなと思いますね。私みたいに動画でこうやって、うん、やって参加してみて分かってきて紹介するのも面白いと思うんで、うん、なかなかこの動画っての資金が高いみたいなんで、その目立ちますよね、割と、うん、こういったもので動画で撮るっていうと、うん、なんで、やってみてください。で他にね、ウォームアップかの、URL というか、こちらから登録していただけたら、そのグループをね作って、ビットコインのグループを作っておこうかと思います、はい、ウォームアップ、こちらも面白いもので、その収入が上がる、報酬が上がる SNS になってますんで、
こちらから入っていただけてもいいですね。こちらを入っていただいて、で相談パカパカしていただいてもいいです。はい、ロブアップ上にビットコインないし仮想通貨のねグループを作っときますんで、こちらに登録してみてください。もうやり取りするだけで報酬が上がります。うん、はい、こういった具合でですね、よろしくお願いします。なんかわからないことあったら何なりと聞いてください。ではでは。